おはようございます。感動を生み出すいちご農家竹下博次です。今日はチャンスをつかむハイの実践ハイの実践ですね。昨日ですね、思いがけず電話が鳴って、その電話の内容がですね、モンゴルでのいちご栽培だったんです。まあ、ロシア向けだったり、まあ、中国向けなのか、あの大草原、すさまじい地平線の中に広大な土地でですね、いちごの栽培に失敗をしましたというモンゴルの方が日本に訪れてて、それでいちごは難しかったという話から、じゃあ竹下君に話してみようという話になったらしくて、一本の電話が鳴りました。でそこで、そのプラントの跡地はあるんですね。あるのかな。まあ、作った形跡はあるとのことで、また作れるようになりたいという話だったのか、私にオファーが来たので行きますと伝えました。あのまだ何も詳細決まってないんですよ。でもそこのニーズがあった時に、はいと、まあ、困ってるから電話があったわけで、そこで選ばれるということがありがたいなと思いまして、何ができるか分かんないですよ。いろんなこと調べなきゃいけないですけど、まずは受ける。すると結果的にダメかもしれませんが、そこにチャレンジすることによってまた新たな視点が作られて、それがモンゴルじゃないかもしれませんが、他のところで役に立つ可能性は十分にある。そこでたくさんの方におそらく出会うでしょうし、いろんな方と組んでモンゴルに入っていろんなことをやることになるでしょう。まあ、そういった自分に電話がかかってきた時に、いやいやそんなないよないよって言うんじゃなくて、まずは受けて、どうやったらできるかなと考えるところにチャンスが広がっていくんだな、人生が開けていくんだなと思いました。このハイの実践、まあ全部が全部受けれないですけど、けどもできる限り受けて、そして仕事を生み出していく、私に関連する方々に仕事を託していけるように、自分は常にチャレンジ精神を持って来た依頼は受ける。ハイの実践、チャンスをつかむ思考です。以上です。